あのどもはどう、どもね、どもちゃんはどう、どう、くまん먹고ずっとずっと噛んでますたこ焼き먹어서너무행복해요それだけかよたここそ食べてたこ焼きを食べて一番幸せですそれだけかよいやいいですいい映画あれイライさんはね、저는이제어네예쁜누나들綺麗なお姉さんですかね俺誰誰なんでしょうかね誰누が누がファン여러분들ファンの皆さんあファンねファンです話が違う綺麗ちょっとびっくりした話が違った流れがありましたけどねありがとうございますでは続いてはですねごめんなさいお名前がちょっとありませんが誰が一番料理が上手ですかおー누가요리제일잘하냐고あじゃあ하나둘셋で示してもらう솔직히들어하나솔직히지명을해줘지명하나둘솔직히내가잘한다셋오솔직히내가잘한다오誰誰誰솔직히내가바라스키가どうしましょう誰でしょうあ、ユライ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 뭘제일잘해요何が一番得意저요응아그러니까일라이군같은경우는저희가이제또요리하는프로그램을찍었었는데응일라이군이그에이스였어요제일잘한다고주방장님한테맨날칭찬받고아뭔가요리방미가이전에왔대그때에일반고요리上手にできたのが일라이군아네나는했었는데그때뭘만들었어그때이제저희가이제참치스테이크같은거만들고요스파게티까르보나라스파게티만들고마그로스테이크가스로까르보나라뭔가일본의아노요리방송とかでもなんか1위するんじゃないですか네ぜひね今後出ていただきたいです일본요리나가면좋겠다일본요리방송저희아버지가이제미국에서일본식당을오아지금은오토산가일본식의식당레스토랑을하고있는데おいしいお父さんの料理がおいしいお父さんあぐあぼじあぼじ料理がまじっそいらい먹어보면それまじって言えないでしょ誰が言うんだよまじってお父さんのじゃあね続いての質問参りましょうチョナ117さんからいただきました休みの日は何をしていますか順番に映画を見て行きます映画映画どういう一緒にメンバーたちあみんなで映画館に行くじゃんはいはい映画館に行くはいどういうのがお好きな別にユキス有名じゃないんですからまだやばいなんでしょうかねどんどん毎週ちょっと口が上手になっていく感じですけども最近見た映画はそしたら최근에본아최근에본요아맞다파라노마액티비티2라고아파라노이아액티비티2っていうあのアメリカのホラー映画ね怖いこと호라映画うわー저최근에아바타봤어요아바타저도즐거워그런즐거워2년반이잖아요너무즐거워그런거있네아바타でもね皆さん映画がお好きということなんでしょうねじゃあ続いては K ミカス914さんからいただきました最近覚えた日本語はじゃあ順番にねこれこそ順番に一人ずつじゃあドン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 さんからハンマデル富士山にお化けいますかなかなか使わない日本語ですね日本人でもねお化けいますかそんなに青木ヶ原樹海が好きなんですかねアレクサンドはおならおなら大事大事おなら大事ですねやっぱり新人大社にね危なくなってきはいじゃあ気分は赤い赤い赤いオリダンってだねよ若い若い若い覚えたいさあチェッチェから参りましょうかじゃあ続いては一目惚れしました一目惚れしましたおおあとあんまり反応ないですね一生懸命ね時間ないですから時間がない時間に置く難しいです難しいですあれおすすめヘビ笑顔天使笑顔天使笑顔天使がヘババはいそして笑顔悪魔ですね結婚してくださいお姉さんとか言ってねはい今回は2AM が登場しますんでこちらもご期待くださいはいわかりましたいやもうすごいことになりますねちょっとなんかもっと詳しく聞きたいので後ほどまたスタジオでお伺いしたいと思いますそれではご覧くださいどうぞはいさあ外からお届けしておりますメイドインビーユースジャパンはいみんな映りましたねさあここでですねプレゼントの
お知らせがあります、はい、今回はですね、ユーキスの韓国で発売中のブレイクタイムの CD をサイン入りで抽選で1名様にプレゼントいたします。ね、番組ホームページまたは携帯サイトからどしどしご応募ください。はい、そしてね、はい、キボムさんからユーキスのお知らせがあるということなんですけども、はい、マイクありますか？大丈夫ですしっかりよく聞いて네저희12월10날드디어저희버스앨범이일본에서나오거든요그러니까기대많이해주세요이번에는정말풍부한음악적색깔그동안의앨범을모두수록했기때문에많이느끼실수있을것같고요저희그동안많은노력했던거많이느끼실수있을것같아요폭풍성장했던 것도많이느끼실수있을것같아요앨범제목이름이뭐죠버스키스입니다버스키스그리고이제12월6일날저희가오사카에서그리고10날은도쿄에서라이브콘서트를합니다楽しみにしてください。12月の10日についに日本でね、はい、ファーストアルバムがリリースになるということで、はい、ファーストキスというタイトル、これまで韓国でリリースされたアルバムの全ての曲が収録されているので、自分たちがどうやってこの成長の過程を歩んできたかがね、アルバムを聴けば分かるだろうということで、注目のアルバムが12月10日、そして12月の6日が大阪、12月10日東京でファーストコンサートが行われるということですからね、ぜひ楽しみにしていただきたいな。それではですね、最後にもう一度ファンの方からの生質問をしたいと思います。はいはいはい、では、鈴木ひかりさん。鈴木さん、はい、はい。はい、どうぞどうぞ。